お兄さんですか。妹さんの容体が良くない。急いでください。死んだ人には興味ないんだね。違う。自分一人で生きてるんだね。そうじゃないんだマリー。このまま行かないでくれ。あいつなら。ちょっと大丈夫ですか。動かない方がいいって。今救急車呼んでるから。ああ大丈夫か。怪我してないのなあ。全然電波来ねえんだけど。なんだよこれ。生きてやったのか。なんだよ。おい寝ぼけたガキ、この体よこせ。なんだよこの声。くそ、こんな都合よくはいかねえか。素人な俺は中にいるんだ。このぐらいなんとか耐えろ。だがな。なんだれるな。隠れる。いいから今は言う通りにしろ。私だけが君たちを救える。君たちの魂は潤滑だ。来たるべき世界の礎となる。すでに器は整った。それは魂の住まうべきところだ。集え。良き終わりはそこにある。敵だ。あと何言ってんだよ。そもそもあんた一体。おい、抵抗するな。もう俺のもんだ。お前はさっき死んだ。俺が出ていけばお前は終わる。そんなどうすれば。お前に選択肢などない。俺に従え。嫌だ。僕にはやらなきゃいけないことがある。やらなきゃいけないこと知るかい。うだうだ言うなら他を探す。お前は終わりだ。他誰もいないぞ。こいつ悪霊だか死神だか知らないが、この体は僕のものだ。あんたの指示は受けない。そうかよ。だったら力ずくで奪うまでだ。お前には消えてもらおう。仕方ねえ。まずは付き合ってやる。だが忘れるな。お前の命を握ってるのは俺だ。あんまりダダをこねるようならお払い箱だからな。分かったら早く進め。指図するな。ぎこちないが、まあいいだろう。なんだよこれ。逃げ切れない。俺の指示に従え。神経を集中させて解き放つ。いいぞ、そのまま攻め続ける。相手の攻撃は守りを固めれば軽減できる。やるじゃねえか。このまま登りを片付けようぜ。何なんだよこの力。俺がいなければあいつらにやられていたってことだ。さっさとお前の用事を済ませようぜ。そうだ、妹のところに行かなきゃ。妹に会いに行く途中で事故ったのか。僕の体を奪おうとしたやつに話す必要ないだろう。それもそうだな。あんたは何者なんだよ。先にお前が話したら教えてやるよ。それにしてもひどい景色だ。ここまでとはな。渋谷なのか。世界の物体がこちらに干渉している。ものは試しだ。触れてみろ。お前でも力は得られるみたいだな。妹ってのは病人なのか。ああ、それはタイミングが悪いな。病室は4階だったな。何してるんだ。ああやって体を失った魂を集めてるんだよ。何のために。あの世に連れ去るか、そのまま自分たちの餌食にするか、どちらにしてもあの魂は救われない。止めなきゃ。待て、あいつらはまだこっちの存在に気づいてない。見つからないようしゃがみながら背後に近づけ。それでいい。恐れずにやることが重要だ。お前も力の使い方が分かってきたみたいだな。よし、いいぞ。こういうところはまれびとが多い。気をつけろ。まれびと？さっきから相手をしている化け物を俺たちはそう呼んでいる。試してみるぞ。一気に引き抜いてやれ。完璧だ。今のは奴らの心臓みたいなものだ。引っこ抜けばひとたまりもないさ。何が入ってるのか。食べ物がある。使えるものは使っておけ。こんな時だからな。それもそうだな。いるぞ。気を抜くな。エーテル結晶体で補給をしておけよ。嫌な気配がする。なんだ。気をつけろ。どうなってるんだ。警戒しろ。ここはまともな状態じゃないぞ。落ち着け。目に見えることを全て信じるな。生きながらにしてあちら側と接続されている。まさに理想的な観測者だ。これで計画は完全となる。触るな。誰だ？人間？もう一人。お前は愚かな。魂を解放してやったというのに、まだ肉体などにしがみついているのか。今度こそ逃がさねえ。意志の力か。興味深い。だがお前は後回しだ。周りに触れるなと言っている。そうか、お前の。案ずるな。私なら彼女を救ってやれる。何もしなければな。現世の時間で3秒、呼吸1回分で終わりだ。嫌だ、まだ死ねない。一つだけ方法がある。体をよこせ。妹は助けてやる。あんたを信じろってのか。無理にとは言わん。このままお前は死に、妹はあいつに蹂躙される。それだけだ。僕は消えるのか。さあな、祈れ。妹はマリー。僕は伊豆明人だ。今さら自己紹介かよ。まあいい。 KK だ。名前は捨てた。 KK、 マリオ頼む。俺には戸締まりしろってうるさいくせに。これだよ。マリー、マリー。ここは。おい、しっかりしてくれよ。僕は消えなかったのか。神様に感謝するんだな。ちった見られる顔になったじゃねえか。黙れ。で、体はもらっていいんだよな。約束はしていない。現に僕はここにいる。おい、裏切んなよ。裏切ってない。まあいい。居心地はだいぶ良くなったぜ。妹を連れて行ったやつの居場所を知りたい。あいつは目的のために大掛かりな儀式をやるはずだ。じゃあそこに行けば。ああ、今みたいに返り討ちだ。焦るなよ。今度は俺の行きたい場所に行ってもらうぞ。人がいない。みんな消えたのかな。だろうな。あいつの計画通りなら外との連絡も遮断されているはずだ。ずっとあいつを追っていたのか。ああ、やられちまったけどな。無駄話は終わりだ。行くぞ。行き先は有限坂だ。霧がまだ残ってる。不用意に近づくな。危ねえぞ。行はダメだ。引き返せ。なんだろう。調べてみるぞ。あいつらがいる。邪魔だな。片付けろ。いいぞ、浄化はできるみたいだな。おい、社の中を調べてみろ。この鳥居から霧が出ていたのかみたいだな。片白か。使えそうだ。これってここはもういい。目的地に行くぞ。何に向かって吠えてるんだ。あれを見ろ。止めるぞ。今ならまだ助けられる。これ以上奴らに好き勝手させるな。霊になったか。こいつらを助けられるかどうか。さっきの片白を使ってみろ。吸い込まれた。うまくいったか。あとは近くに公衆電話はないか。今時そんなもの。いいから探せる。あったよ。受話器を取れ、俺がつなぐ。何これ？エドが作った装置だ。そこに片白をかざせ。霧で霊になったやつはこれで外に送れば元に戻るはずだ。この装置、あいつ。余計なことを。私だけが彼らを救えると言ったはずだ。邪魔をするな。お前は誰も救えない。するなだと。なら渋谷中の霊を集めて邪魔してやるよ。道案内の続きだ。幽玄坂に行くぞ。いい子だな。おい、もう行く。ゴーゼ、エドって人はどこかで生きてるのか？その予定だ。ほとんどのことが想定外だ。どうなってるかわからん。これって何？今はいい。先を急げ。コンビニか。何か使えるものがあるかもな。何あれ、猫？あれは妖怪だな。人がいなくなったから出てきやがったのか。片潮があるな。持っている数が多ければ効率的に霊を救えるぞ。何か使い道があるのかな？珍しいものが売ってるな。あ、エンジンがある。好きなんだよな。無駄遣いするなよ。分かってるよ。そこの2階だ。あ、懐かしいな。おい、遊んでる場合かよ。ここ、あんたの家？部屋の封印を解除してくれ。中に何があるんだ？入ればわかるよ。なんだよこれ。気に入ったか？持っていけ。こんなものどこで？職業柄、まあいろいろつてがあってな。あんた何者なんだよ？国の番犬かつはぐれ者のお友達ってところか。どういう人間かは知らないけど、あんたがまともじゃないってことだけは分かったよ。秘密基地って感じだな。子供っぽいな。アジトって言えよ。誰？仲間だ。え？だったというべきか。あいつは奪うことをためらわない。俺たちもそうあるべきだった。戦っていたのか、この人たちと一緒に。地図の範囲があいつの結界になっている。お前も見ただろ。結界内の霧に触れれば消える。結界？渋谷にいた人みんな消えたってことか。うん。消された人間は5万か10万。いや、もっとだ。なんだよそれ。まあ、何人消えようが俺には関係ないがな。ただ、このどこかにあいつがいる。お前の妹もな。どこかって。武器も調達できたし、そろそろ行こうか。これってあんたの本？うん。ガキの頃にカッパを見たことがあってな。あんた。子供の頃から普通じゃなかったのか。向こうの世界の食べ物だな。俺たちなら食えるぞ。この世の食べ物とは違う効果があるかもな。確かに。お前が代わりにやってくれるか。やだよ。結界だとマンションごと押しつぶす気か。結界を破る方法があるはずだ。探せ。他にもあるはずだ。この階のどこかにさっきの石があるはずだ。何が起こってるんだ。結界のせいであの世の干渉が強くなってるんだ。このままじゃあの世に押しつぶされる。数分だ。急げ。距離があるな。さっきの弓を使え。しっかりと狙いを定めているんだ。いいぞ、ここはもう大丈夫だ。さっきの石があるはずだ。探すぞ。止まり。いや、上に行けそうだ。ゆっくりしている暇はないぞ。なんだ、近いぞ。周囲をよく探せ。こいつが本体だ。ぶっ壊せ。間に合った。やれやれだな。これを仕掛けた奴がいるはずだ。外を調べるぞ。よかった、結界は消えている。まだ近くにいるかもしれない。下に行ってくれ。誰かいる。違う、いたのか。お前も見えるのか。よし、俺の言う通りにやってみろ。これはさっきのはこいつの仕業か。追うぞ。これって汚れだ。さっきの力を使って調べてみろ。何か見える。穢れの中心だ。破壊しろ。穢れにとらわれていたのか。こういう奴らも多そうだな。先に進もうぜ。痕跡が消えてる。俺たちが追っていることに気づいたのかもな。まあいい、せっかくだから寄り道していこうぜ。この辺りに大きな神社があっただろう。何か役に立つものがあるかもしれない。そこに行ってみるぞ。神社にそんなものがあるとは思えないけど。わからないぜ。今使っている弓だって神社で見つけたんだ。盗んだのか。さあ、どうだろうな。近くに何かあるな。何か、いわゆるパワースポットってやつだ。あんなところに鳥居が。あれも浄化するぞ。天狗か。あいつを使えばビルの上に行けそうだな。びっくりした。案外うまくいくもんだ。妖怪の使いようだな。これでまた霧が消えた。ああ、助けを求める霊の声が聞こえてくる。助けてやろうぜ。浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になったものも救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。な状況じゃねえだろ。鳥居を浄化していけば道は開くはずだ。それに霊になったものも救える。つまりあいつに嫌がらせができるってことだ。いいことだらけだな。気をつけろ。びっくりした。死んでも落ちるのは怖えんだよ。ごめん。エーテルが足りないぞ。エーテル結晶体で補給するんだ。今だ。これで助けられる。おい、新しい技を覚えられそうだぞ。ああ、そうか。車の上に乗ることってあんまりないよな。おいおい、持ち主がいたら怒られるぞ。はい、あげる。ちょっと元気になったかな。腹が減ってたんだろうな。あの建物の周り、やたら結晶が多いな。なんだこれ。そちらからの魂の転送を確認した。時間はかかるが、霊になった人も実体を取り戻せるだろう。このまま進めてくれ。録音された音声かな。エドは人と話すのが苦手なんだよ。これってあそこがあんな風になっちゃおしまいだよ。水の流れが止まると、そこにはあまたの情念が溜まっていく。それが原因か、あそこは気味が悪い場所になったよ。たまった情念はやがて汚れとなり、奴らを生み出す。放っておくわけにはいかないね。水がたくさん溜まってるとこ探してみるか。そうだな、この辺りだと。水の多い場所で流れが止まると良くないからね。あそこは不気味なところになっちゃう。銭湯か。水がある場所には違いない。中を調べるぞ。銭湯といえばコーヒー牛乳だけど、そんな風情はねえな。こんなところに入るの初めてだ。俺もだ。嫌な気配がする。汚れがよどんで空間を歪めているのか。何ここ。これも汚れのせい。戦うしかない。戦うしかねえな。女子だ。力任せの攻撃食らうなよ。これで終わりかな。ああ、無事に戻れたな。これであのよどみも消えただろう。町が元に戻ったら銭湯も再開するかな。どうだかな。行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず。物事や状況は常に変わってくってことだ。マリの声が聞こえる。助けてって。そうだ、もっと俺をうまく使え。あんたらが元に戻してくれたのかい。ありがとう。よし、悪くない。偉そうに。まれびとの気配がするな。予定と違うじゃないか。霊視して神社の様子を伺え。敵の居場所や霧の発生源も特定できるはずだ。強い力を感じる。ここに何かあるな。霊視で神社をくまなく調べろ。取り残された霊の居場所もわかるはずだ。絵に負えない数だな。あ、なんだ